どうもこんにちは、こんばんは、ズオです。本日の撮影日は7月の8日の午後6時15分となります。で、今日はですね、何の日かというと、皆さんお分かりでしょうか。2018年のパイレーツサマーのグッズ発売の初日でございます。で、一つですね、グッズ販売の、様子っていうところで動画を上げてはいるんですけども、今回は購入してきたグッズを少し一緒に見ていこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。感想から言うと、ものすごい人でした。入場制限、ショップ自体の入場制限はかかってはなかったんですけど、オープンで行ったっていうのも一つあったし、日曜日だったっていうのもあって、結構ものすごい勢いでグッズが皆さんのカゴの中に入っていたと思います。で、今回は結構たくさん買ってきたので、紹介していければなと思っております。では行きましょう。はい、ということで、今からここに一気に購入したグッズを出していきたいと思います。いきます、せーの。はい、はい、どうですか。結構たくさん買ったと思います。はい、で、一応事前にですね、いろいろと欲しいものはチェックして買いに行きました。だいたいグッズをこう探してカゴに入れて、それでレジに並んで買い終わるまでに30分ぐらいかかりましたかね。でですね、7月の8日、今日からですね、トゥデイも変わっていて、じゃん、はい、今月のトゥデイ、7月8日から31日まではこのトゥデイとなっておりますので、皆さんぜひ行った際にはゲットしてみてください。はい、では早速見ていきたいと思います。まずですね、1つ目、これから行きたいと思います。見えますかね、これ、これ、はい。で、これはビニールバッグというもので、3枚買いました。で、僕が使うものと、もう一人使うものと、あとはちょっとビニール製なので破けた時が悲しくなってしまうので、一応予備としてもう1枚だけ買ってきてます。で、それがこちら、じゃじゃん。で、ここにディズニーパイレーツサマー2018という文字が書かれています。で、裏面がこっち、これが裏面ですね。で、よくある中学生とか高校生が部活で使ってるようなビニールバッグっていう感じですね。はい、で、大きさはですね、縦が約65センチ、横が約50センチとなってます。中身はこんな感じで、すごく深くなってて物は入りそうです。はい、この僕身長が180ぐらいあって、手の長さがここからこのぐらいなんですけど、僕が手入れてちょうど肩ぐらいまではすっぽり入ります。はい、このぐらいですね。絞るとこんな形になります。絞るとこんな形になります。はい、で、紐が2つついてて、よくあれですけど、肩掛けにもなるし、2本あるんで、これでリュックみたいな感じにしようこともできると思います。紐が通っている部分は、ここがプラスチックになっていて、なんだろう、穴の部分が切れるっていうことはなさそうです。だから反対に上の紐が通っている部分はそのままビニールですので、こういうところは少し注意したいところですかね。はい、で、やっぱりバッグって言ってもビニール製なので、あんまり重たいものとかは入れられないとは思うので、やっぱりそのパイレーツのショーに向けてタオルだったり着替えだったりとか、そういうのを入れるのにはすごくいいんじゃないかなと思います。で、一応ビニールなんですけど、口
足の部分は結構きつくは締まるんですけど、ここから水が入る可能性はあるので、あの絶対に中のものが濡れないっていう保証はないです。なので少しこう地面に口を下にしたりすると、あのショーでも濡れずに荷物の管理ができるかなとは思います。これがビニールバッグでした。で次ですね、今度はこれでいきましょう。これです。はい、今度はメモセットですね。1,2,3,4,5,6 6個メモが、はい、メモ帳がセットになっている商品です。で大きさがですね、縦が約9センチ、横が6センチになっております。結構小さなメモセットになってます。あ、でちなみにこれの値段は1200円で、さっきのビニールバッグの値段が1つ700円になってます。じゃあこれちょっと開けていきましょう。開けるとこんなような紙でメモが支えられていました。でここにはディズニーパイレーツサマー2018という文字と、カジとタル、サカダルかなの絵が書いてあります。中身を一つ取り出してみました。で表面がこちらで、裏面がこちらになります。で、ここには何も書いてないですね、横には。はい、じゃあ中身見てみます。1枚目めくると、ここには何もなくて、ここにはミッキーの絵が描いてありますね。で、絵柄は全部同じですね。こんな感じになっていて、で、おしまいですね。あ、今何も描いてないって言ったんですけど、ここに薄く地図みたいな模様が入ってます。はい、開いたところと終わりのところ両方に地図が書いてあります。で各それぞれのキャラクターの絵柄でメモが入っているので、すごく使いやすいと思います。いいサイズですね、手のひらサイズ。はい、これが6個セットで1200円でした。はい、じゃあ3つ目紹介していきます。3つ目がイヤーハットですね。人生で初めてのイヤーハット買ってみました。イヤーハットはバンダナが巻かれていて、耳のところにはイヤリングと装飾品がついていて、でドクロが描かれています。でこの値段が2000円になります。普通のイヤーハットと違ってバンダナが垂れているので、イヤーハットをかぶって顔がまん丸くなっちゃう人もこれは結構似合うと思います。この部分があるので、僕が実際にそうでした。はい、何か参考になればと思います。はい、はい、じゃあ4つ目の商品になります。それがせーのドン、パイレーツサマーの T シャツですね。はい、 T シャツになります。でこの T シャツは2種類あって、まあ男女兼用とレディースになります。で値段はどちらも2500円です。少し青っぽい色で字が書いてある方が男女兼用の T シャツになります。はい、広げるとこんな感じになります。うん、裏面にはこういうコンパスの絵柄が書かれていて、でこれいいなって思ったのが、ここの襟のところがちょっとボソボソボソってなってるんですっていうのと、これ袖の部分も少し分かるか分からないかぐらいでボソボソボソってなってるんですね。であとは下の部分っていうのかな、なんていうの、裾の部分もボソボソボソってなってるんですよ。これがすごいおしゃれだなって思いました。なんか全体的にボソボソしています。はい、これは着たいと思います。でレディースがこのピンクの方ですね。はい、レディースがこちらになります。はい、でレディースの方も
少しダメージ加工みたいなダメージ加工になってます。痛いだけ。同じく後ろの下の方にはコンパスの絵がピンク色で描かれています。で、女性の方は袖がね、短い、袖が短い、ノースリーブよりもちょっと袖ありぐらいで、ちょっと見にくいですけど、あの後ろの方がですね、少し長めになっててます。シャツなんですけど、男女兼用とレディースともにワンサイズのみの販売になっているそうなので、こちらは注意して買ってみてください。はい、じゃあ次5点目になります。次はですね、これ紹介していきます。はい、バンダナですね。バンダナ、去年これ買うのにものすごい苦労しました。全然売ってなくて、今年はまだ在庫ありそうでした。はい、バンダナは広げるとこんな感じになっております。で、バンダナに関しては縦横が約52センチ、値段が1枚800円になってます。で、今回は去年と違ってミッキーデザインのものはミッキーフレンズが全員、あ、チップとデールだけいないんですけど、チップとデール以外はみんな乗ってますね。タオル2つ買ってます。このタオル2ついっぺんに紹介。